薬草沖縄の小産婦使ってみました。場所は寄生獣の塔スザク編。これを使用することで寄生獣の塔の眷属 NPC を1階の祭壇に全て召喚できるはずです。え、説明文では使用すると1階の祭壇に現在出現している眷属を召喚しますとなっています。あれ、何か悪い予感がします。使用してみましょう。ん、眷属 NPC3 体ですか。倒せば残りの6体が湧くのかな。あらら、どこかに現れたですか。中央には湧かないのですね。残念です。信長の野望オンラインより愛情本陣で調べましたら、薬草沖縄の召喚符を使い眷属を中央に呼び寄せることが可能。1回目スザク出現条件の3体、2回目あと脇の眷属とのことでした。もう一度使用すればよかったのかな。ちょっと残念な百草沖縄の召喚符でした。